はい、YSP というかは YouTube チャンネルへようこそ。代表戸締まり役の、三浦です。今日は MT-09、SP、 しかも2024年のモデルですね。もう、うちでもユーザーさんにね、何台か乗っていただいてます。その中で当店で一番装着率の高いオプションをちょっとご紹介しようと思います。今日もよろしくお願いします。まずコンフォートシート、快適な長距離走行をするならね、このコンフォートシートがもうおすすめです。あのシートウレタン形状をね、ちょっとモコモコにしてあります。タンデムシートもコンフォートシートのタンデム版もあるんですけれども、通常ノーマルのシートはつるっとしたシンプルなものなんですけどもね、デザインもちょっと MT-09 らしいシート形状にしてあります。そして2種類の PVC 表皮でね、機能性をアップして、ちょっとこうスウェード調っていうんですかね、座面仕上げでね、高級感がアップしてるぞと。非常にノーマルのシートに比べてお尻のタッチが非常にソフトな感じになってます。このコンフォートシート税込み26,400円。そしてですね、エンジンプロテクター、これはあの XSR900 とかトレーサー系でもクロスプレーンの3気筒のモデルに関してはほぼ皆さん同じプロテクターなんですけども、このエンジンプロテクター、どうしても立ちこけした時に一番、設置しやすいところ、エンジンを守るためのプロテクターです。この Y の部分はアルミなんですよね。アルミのプレートにね、こうちょっとスピンドル加工をして、ヤマハのこだわりを感じます。エンジンプロテクターは 28,600円。こっちの方が高いんかい。まあもちろん左右セットになってます。さらにこのサイドプロテクター、これも転倒した時やなんかにすごく効果が発揮されます。これも左右2個で、ワンセットになってます。メインフレーム、エンジンマウント等に負担をかけない、さりげない優しさと強さの二刀流というね、そんな純正のサイドプロテクターになってます。ここのところに2つ穴が開いてるんですけども、アクションカメラ等をね、取り付けできるようなそういった加工がしてありまして、走行中の迫力ある映像もね、そういったものを取り付けることができます。この純正のこのサイドプロテクターなんですけども、ちょっとこっち来てもらっていいですか。実はこれ、まあ多分ヨーロッパやなんかで転倒のテストとかそういったものをやってるものなんですけども、デザイン的なものもそうなんですけども、メインフレームやエンジンマウントに負担をかけないような構造になってます。通常ですね、こういうタイプのエンジンマウントが多いと思います。これだとエンジンマウントとメインフレームの軸上に
個ぶっ刺してガードをするんですけども、ただこの状態で例えば大きな転倒をするとフレームと、エンジンマウントを同時につないでる軸で、折れ曲がったりするとフレームが変形したりエンジンマウントをポキッと折ってしまったりと、そういう恐れがあります。この MT-09 では今のところないんですけども、当店ではねひどい転倒で折れてしまう、曲がってしまうっていうことで、この軸はフレームのマウントに取り付けるんですけれども、後からかぶせるようにして取り付けるんですよね。ですからもしこれが大きな力でぐるっと曲がっても、この部分だけが負けてフレームと、エンジンマウントをつないでるボルトにはできるだけ影響を与えないような損傷で、サイドプロテクターが壊れて車体を守ってくれるという、そういう考え方なんですよね。ですから形どうのこうのとか価格どうのこうの、あとデザインどうのこうのっていうところによっては、確かにこういうシンプルなプリン型のスライダーも効果はあるんですけれども、取り付けるときによく考えて皆さん自分のバイクを守るっていうところではね、もう一歩踏み込んで予算と安全性っていうのを考えてもらう方がいいと思います。このサイドプロテクター、先ほどご紹介しました、価格は 35,200円です。軸状のねプリン型のやつよりもちょっとお高いですけれども、でも効果抜群です。ちょっと長くなりましたけれども、続きをやりますね。この車体今当たり前のようにねなってますけれども、 ETC がついてます。 2.0 の ETC をこれ今 SP についてるんですけども、ここに ETC のランプが表示されます。今カードが入ってない時はこういうふうに赤いランプなんですけども、カードを入れると緑のランプに変わりまして、ゲート通過 OK よっていう風な表示で、シンプルだし見やすいと。ETC ここのカウルの中にアンテナが入ってます。快適な高速走行するならね、もう今は当たり前の ETC ですけどね、あんまり高速乗らんよっていう人でもね、2024年の10月末まで1万円のね、車載機、購入助成キャンペーンっていうのをやってます。ついにね秋のツーリングの季節にね突入ですからね、サービスエリアからの乗ったり降りたりもできますし、ツーリングルートのねショートカットもできちゃいます。ぜひねこの際 ETC つけちゃいましょう。 ETC の 2.0 は 26,180円、セットアップ料金と取り付け費がちょっとだけかかりますのでね、つけたいなっていう人は10月末までにつけるとちょっとお得です。ご自分の 126cc 以上のねバイクでしたら大体取り付けできると思いますので、ご相談ください。さらに USB 電源、実は MT-09 の SP タイプ C がこのシートの下についてるんですよ。スマホでねナビゲーションしたいと、今これスマホのホルダーついてますけどね、こんな感じで一緒につなぎたいなという場合でしたら、1個は手元にあった方がちょっと便利かなというところですね。最後に一押しなんですけども、太陽の下でないと判断しづらいところはあるんですけれども、ダイヤモンドキーパーコーティング、キーパー講習受講スタッフがね一台一台丁寧に、そして時間をかけてピッカピカにコーティング施工をしますので、ぜひご相談ください。ちなみにダイヤモンドキーパーコーティング、この MT-09 の、SP ですけれども、32,780円、ホイールをコーティングする場合はちょっとオプション料金になりますけれども、ホイールまでやっとくとブレーキダストのねこう汚れが水をちょっとかけるだけで、ね、サッと落ちますのでおすすめです。はい、今はまあ大体こんな感じで、そうですね、フェンダーレスはね意外とね装着率うちはちょっと低いんですけれどもね、あとスクリーンですね、ワイズギアさんから出てるんですけれども、個人的な意見で言うと MT-09 系はなんかスクリーンレスの方がかっこいいかなっていう風にねちょっと思いますし、一度試乗をしてねデザインと機能をね両立したご自分の所有欲を満たすようなねオプションをつけていただけると嬉しいです。はい、簡単に紹介させていただきましたけれども、なんか珍しいオプションとかついてるものが続々とこれからちょっと紹介していきたいと思います。 XSR900 とか MT-07 とか、あと YZF の R7 とか、そういったところであまりみんなつけんぞというようなレアなオプションもこれから紹介していきたいと思いますので、今後とも見てください。はい、
本日の、動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけたらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。